武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は学習院大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史についてですが、法学部、経済学部に関しては、選択した記述式、の、問題構成となっています。難易度そのものは、それほど、難しいわけではなく、標準問題仕上がっていればマーチレベル仕上がっていれば十分対応できる、問題だと思います。ただその分、完成度、しっかり求められるんで、まあ、取りこぼしないように、まあ、何より漢字のミスをしないようにですね、そこで、ミスってしまって減点されるのがちょっと怖いかなと。で、文学部、に関してですが、こちらは、論述が、結構長めのものが出ます。なので、論述対策の参考書、しっかり追加でやっておいた方が、いいでしょう。法学部、経済学部は、まあ、マーチレベルのルート、しっかり終わらせれば、まあで大丈夫 で文学部の、日本史、に関しては、河合の、まあ、日本史論述ですね、を、しっかりやっておけば、武田塾のルートになるやつですねを、対策でやっておくと、対応できるかなとは思います。で、まあ、ここの問題は、正直、まあ、そこそこ量が多いっていうことと記述が割と、あるというところからですね、まあ知識が結構幅広く持ってなきゃいけない、要は基礎で取りこぼし苦手な範囲があっちゃいけないっていう点と、あとは、まあ、さっきも言ったように、漢字ミスですね、記述でミスをして減点される失点するっていうことがまずないように、そこは徹底的にやっておきましょう。で、論述、やらなきゃいけない文学部に関しては、まあ、さっき言った河合の、考える日本史論述、などを使ってですね、しっかり対策するように。で、普段の勉強から、答えを、やるときはですね、本当に漢字で書けるかを記述でチェックしてみるってことを、意識してやるように心がけてください。以上が学習院大学の日本史の勉強となります。